気比神宮の伝統神事総の参りの祭りが今年も7月22日に営まれました。総の参りの祭りでは気比神宮の船神輿が海を越えて上宮神社にお渡りします。一説に気比神宮の祭神中愛天皇が年に一度上宮神社の祭神神宮皇后と逢瀬を楽しむといわれる七夕伝説にも似たロマンチックな神事です。この日は午前10時から気比神宮で神事が営まれた後、氏子たちが御神体を乗せた船神輿を担いで気比神宮を出発。その昔三幸浜と呼ばれていた近く鶴ヶ港の天満桟橋を目指して通りを練り歩きました。道中では行列を見ようと表に出てきた町内の人たちに縁起物のお菓子が配られました。一行が天満桟橋に到着すると船神輿が御座船に移されお供の船とともに上宮を目指して海を渡りました。言い伝えでは御座船のお供を務めると3年間豊漁に恵まれると言われ、祭りの当日は金漁日になったそうです。船は二村の弁天崎の沖で神事を行った後上宮に到着。桟橋から上宮神社に向けて行列が練り歩きました。上宮神社では中愛天皇の御神体を船神輿から本殿に移して神事が行われました。